はいどうもこんにちは、子供ドラゴンチャブです。今日なんですけども、僕が大好きな、YouTuber のヒカルさんがですね、八百屋さんに行ってみたみたいな動画があるんですけども、そこの八百屋さんがですね、 YouTube のチャンネルやってまして、コラボできないかなと思って、ちょっとその八百屋に突撃してみたいと思います。まあうまくいけばコラボできるかもしれないし、うまくいけなかったら、八百屋さんで野菜を買って帰るという動画になると思います。それじゃあ行ってみたいと思います。レッツゴー。ということで、はい、お邪魔してます。あ、とんでもないです。はい、どうぞどうぞ。すいません、ご自宅の方に。とんでもないです。はい、ということで今日はカレーを作らせていただける感じで、はい、すいません、材料まで。いや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 、いや、やっぱこれですね。分かってますね。ジャワカレー。僕もジャワカレー初めて食べますけど僕人生初めての辛口デビューですよ今日は新しいカレーと出会えると思って、そうですね、すごくちょっと楽しみです。まあそういうかなと思って、実は、はい、今回のカレーはちょっと横須賀の海軍カレーということで、はい、横須賀の海軍カレー、はい、神奈川の郷土料理なんです。で、普通のカレーと違って、はいはい、人参でも玉ねぎでもじゃがいも全部、ね、ちょっとみじん切りにするんですよ。あ、細かくしたんですか。細かくするんですよ。お肉も細かくする。あとはニンニクとか、ね、はいはいはい、入れてみたり、ここにブイヨンと、僕チャツネ知ってますか。ここから作ってます、カレー作ってて。あ、素晴らしい。玉ねぎとリンゴを、そうです、ってから、はい、マンゴー味なの。そう、まあ、これマンゴーチャツネっつって、辛口なんで辛いの嫌な人はこれをちょっと足しながら食べるとうまいですよみたいな。そうなんですね。福神漬けとかね、はいはいはい、やるじゃないですか。ちょっと今流行りはやっぱチャツネなんで、じゃあそれとそんな感じで。なるほどですね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは今からやっていきます。こんな感じでーす。今日ナスも入れていきますからね。全部細かくするんですよね。そうですね、全部細かくしていきますよ。よろしくお願いします。チャブさんにはちょっとじゃがいも洗ってピーラーでちょっと剥いてもらえる。あ、オッケーオッケー、はい、やってみます。いや、実は僕 YouTube で、はい、すっごい昔に料理してる姿あげたことあるんですけど、はいはいはい、これチャンネルがちゃんと始まってからは実はないんですよ、はい、ちゃんと料理してる姿を見せるのが。あ、ちょっと緊張しますね。そうですね、お緊張しますね。もうカレーなんか作るの久しぶりだな。でも自分で作った方が何でもうまいですよね。そうですね、なんか家庭の味じゃないですか、はい、だからお母さんの味とかも結構あるし、自分の味ってもやっぱありますよね、カレーは。そうですね、僕でもちっちゃい頃カレー嫌いだったんですよ、はい、あ、本当ですか。だから親に作るなって言ったことがあって結局包丁が1本しかないっていう、このまあ一人暮らしだと。そうですよね、そうですよね、そんなもんですよね。あ、なんかピーピー言ってますね。あ、ご飯炊けましたね。あら、もうやっぱ炊きたてのご飯がうまいんで楽しみですね。楽しみですね、今日は。得意料理とか何なんですか、八百澤さんは。俺ですか。はい、俺一番得意なのなんだろうな。ビーフシチュー。お、めっちゃ洋風じゃないですかそこ突っ込んでくれて嬉しかったどうですか、目に染みますねいやいや、じゃがいもですよ、じゃがいも。こんな二人で男でやり合ってるの仲良しかみたいな、ね、そうですね料理の動画とか上げたいんですけど、まあ特に別に料理人でもないし、はいはいはい、あの場所もないから今までしてこなかったんですけど、はい、こうやってできて楽しいですね、僕は。いや本当ですね、うん、一緒にやれるのが楽しいですね。いや、またコラボしてください、ぜひ。いや本当ですよね、はい、まだ今日終わってないですけどまたナスはね、またいいんだよね、ナスが一番。ナスさっきのあれですね、店頭に並んでた柔らかいやつですよね。そうですね。次ナスいきます。ナス、次ナスですね。これはちょっと完全アレンジなんで、もともとレシピにはない。ないっす、ね、でも入れてもいいってことですよね、ナスとか。そうですね、今秋ナスで柔らかいですよ。そうですね、はい、水分たっぷりみたいな感じで、はい、ふわふわなんで。いや、美味しそうですね。これはね、めちゃくちゃうまいと思うんで。ナスは、まあ、みじん切りにするんですけど、はい、あの割とあの水分飛ぶんでちっちゃくなるんですよ。ああ、なるほどなるほど。だから、まあ、ちょい粗めで多分おそらくいいと思います。他の具材よりちょっと粗くてもいいかな。そうですね。なるほどですね。ちょっともう、ああ確かに、うん、気まぐれチャムさんのクッキングパクリだね大体具材が切り終わったんで、次最後お肉いきます、はい、お肉ですね、はい、牛肉を、これです、これですよ、目玉ですよ、これですよ。でもこの目玉も細かくして、細かく切ってます。じゃあチャムさんの、じゃあちょっとお肉、はい、
どんな感じですか？同じようなジャンルでいいですか？そうですね、全部まあ そんなバカみたいに細かくなくてもいいんですけど、はいはいはい、はい、まあ、ある程度あの細切りして、へえ、これね、肉をこんな雑に切ったことがないですね。しかも結構これうまそうだよね。いや、うまそうですね。焼肉に変えます？本当っすね。はい、それでは切り終わりました。はい、どうですか皆さん、見てください。これ材料がこんな感じですね。材料こんな感じ。肉めっちゃ多いですね。肉ありますよ。でも 500g なんで。あ、そうなんですね。一応これで500なんで、1箱分なんですよ。いやいや、これめっちゃ美味しくなりそうです、ね、今日はジャワカレーこれ全部使ってますから、ね、初の辛口に挑戦ということで。全然知らなかったからすげえ申し訳ない。いや、でも食べれないとかじゃないんで。食べれない、はい、全然大丈夫です、はい。その前にまず先に、はい、これ野菜を全部炒めるんですけど、はいはい、ちょっと先に水だけ入れておきます。あ、わかりました。 1300cc、 適当にいいですけどね。そうですね、男は適当なんで。男は適当なんで、はい、言いながら測って250。測んなかったら測んなかったで、なんか測んないのかよみたいなこと言われるんですかね。あ、そう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 、あの怒られちゃうんで、まああの優しいコメントをお待ちしております。炒めていきます。はい、なんか手伝えることがあったら言ってください。はい、先にちょっとあの2本油を敷きまして、はい、で今日油敷いたんですけど、実はこの牛脂、はい、牛脂があれば牛脂でも全然いいです。あ、なるほど、はい。でこれ炒めていくときは、それ玉ねぎから炒めます。そうですね、はい、ニンニクじゃないですね。はい、ニンニクも入れるんですけど、先玉ねぎいってからニンニクいきます。なるほど。これをね、焦がさないようにじっくりコトコト、じっくりコトコト炒めていきます。炒めていく、炒めていく。あ、ダメだ。そうですね、僕はそのこれオマージュ系なんで、あれなんですけど、オマージュ系じゃないですもんね。いい、大丈夫、大丈夫。何でも、何でもいいです。何でもいいです。ニンニク入れましたね、ニンニクね。今玉ねぎを炒めてニンニクが入ったところですね。はい、ニンニク入れましたね。もうすでにいい匂いですね。いい匂いですね、はい、じゃあ楽しみになってきたな、これは。はい、じゃあ次ニンジンとジャガイモ入れます。はいはいはい。これからちょっとチャムさんの方にちょっと炒めてもらいます。はい、量が増えたところでバトンタッチというね。そういうことです、はい、もうこれで美味しそうですわ。そしてこの肉の量っていうやばいですね。それでは、はい、ナスも入れちゃいます。はい、ここがオリジナルのメニューですね。オリジナルのメニュー、はい、はい、秋ナス投入で、はい、ちょっとナスでかいですからね。あ、で、塩コショウを軽く。なるほどなるほど。そしてもう一つごま油。お、ここで、はい、風味付けですね。ごま油をカレーに入れたことないですね、僕。そうっすよね、はい、もう完全に俺の自己判断です。それとこれですね、これ、はい、SB のカレー粉。これ結構辛いんですよね。いや、これ辛くないんですよ。あ、そうなんですか。はい、本当のカレーがしょっぱくないやつなんです。あ、なるほどなるほど。これをもうここで少し入れちゃいます。あ、もうカレー炒めですわ。ここにカレーを、はい、こう入れちゃいます。美味しい野菜のカレー炒めですわ。そう、美味しい野菜のカレー炒め。うわ、めっちゃいい匂いしてきた。これである程度炒めたら、一回ボウルに開けちゃいますね。はい。いやー、匂いは最高だ。匂い最高っすね。開けちゃっていいですか。はい、ここに開けちゃってください。肉は別で炒めます。なんかこれもうマヨネーズつけて、ま、あえたらサラダみたいで美味しそうですよね。そうですね、そのまま食えますね。はい、こんな感じでできました。はい、じゃあそれでは次お肉の方を炒めていきますよ。はい、八尾空さんが、はい、でまあこれね、ほんとちょっとほんと油引かなくてもおそらくいいぐらいなんで。そうですね、引かなくていいと思うんですよね。これでもそのまま温まったら炒めていっちゃいます。フランベしていくやつですね。はい、はい、バーッといっちゃいますよ、バーッと。ワイン入れて、ワイン入れて、ビーフシチューか。変えますよ、メニュー。メニュー変えますか。ますか。はい、じゃあ、うわー、めっちゃ量多い。いや、いいっすね。これは結構ありますね。はい、こうやってね、炒めてるね。はい、いいっすね。はい、はい、ちょっといい匂いね。食べてみたいと思います。いやいやいや、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。たけしか。美味しいです。ちょっと味付いてますね。あんまり味付いてない。付いてない。あの野菜の甘みが勝ってますね。はい、でほんのりカレー風味って感じで。はいはいはい、で これに塩コショウもっとしたらこれだけで食えちゃうぐらいの味、はいはい、旨味がありますね今。でもやっぱ
ここから味付けするんでね、はい、今回の味付けがいいんじゃないかなと思いました。はい、すごく美味しいです。いや、油乗ってますね。乗ってますね。油引いてなくてもめっちゃ油出てますからね。これはうまそう。肉が肉できました。でこれを次こっちにねぶっ込んでいきますからね、カレーの方に。でこのブイヨンをちょっと入れていきますからね。なるほどなるほど。ブイヨンを入れた方がやっぱ味に深み出てくるんで、普通の人は使わないですよね。普通の人はあんま使わないですけど、うん、このブイヨンを足していきますね。なるほど。ちょっと本格的ですねカレーが、うん、本格カレーですよこれ。でカレールー入れる時って皆さんそのまま多分入れてますよね、チャンプさんとか。そうっすね。これ溶きにくくないですか。あいつそんなことないですよね。そんなことないです。はい、これね包丁でカットしてあげると結構ね、はい、あ、叩くんですか。すぐ溶けるんです。すぐ溶けるんです。なんか作り方書いてありますよね、箱の裏に。 それをちょっとアレンジするぐらいしかやってないですけどね僕。あ、本当ですか。はい、先にまあ具材からじゃあ入れてきます。はい、はい、じゃあこれ入れてみますね。野菜を入れて。はい、野菜を投入。ちょっとお肉入れてきますね。はい、もう火は全部通ってますからね。もう通ってますからね。うわ、そぼろ煮みたいな。これにカレーの味付けでしょ。そうですね。間違いないですね。間違いないですね。はい、それではちょっとルーをね切っていきますね。そうですね、細かく。はい、結構柔らかいですよね。柔らかいですね普通に。はい、ルーを切るって発想があんまなかったですね。意外と溶けやすいんですよ。あ、そうなんですね。こんな感じですか。はい、大丈夫です。入れちゃっていいですか。はい、はい、お願いします。あ、カレールーを投入しました。もう入れて終わりですよね。ちょっと煮込んで、入れて煮込んで終わりですね。でも煮込み方って人それぞれ多分あると思うんですよ。はいはいはい。チャム煮込みのやり方をちょっと見てみたいなと思って。なんで何それ無茶ぶり。すげえ無茶ぶり。だってもう終わりだからこれ。いやいやいや、やっぱ他のやは煮込み方があるし、やっぱね、うん、煮込み方がやっぱあると思うんですよね。ルーを入れた後は基本弱火ですね。焦げちゃうんで。そうですね、はい、で下が焦げるんですよ、はい、上は焦げないですからね。はい、はいはい、当たり前のことですか。普通にうまそう。いい感じになってきます、ね、で思ったよりちゃんとこう具材が、はい、残ってるんですよね。そう、残ってるんです。はい、結構細かくって言ってたんで、はい、なくなっちゃうのかなと思ったらそんなこともなく、はい、まあ、これがチャム煮込みですね。よく混ぜて下が焦げないようにするのがチャム煮込みですね。優しいでしょ、チャムさん。無茶ぶり言ってんのやってくれるんだもん。本当に。これちょっとチャムさんに味見をしてもらいたいと思います。はい、いいですね。はい、じゃあちょっと味見をして、味見を、素直な味見でお願いしますね。じゃあ、いただきます。うわ、味の濃さで言ったらちょうどいいですね。でもちょうどいいですか。うん、うん、うん、ナスがべらぼうに美味しいです。じゃあどっちのカメラ見ていいか分かんないですけど。ナスいいですか。ナスがべらぼうにうまいですね。お、まあ肉も美味しい。でこれ本当に野菜が細かくなってるからご飯にすげえ合いそうですね。そうですね、食べやすいですよね絶対これね。うわ、美味しい。辛いですか。ちょっと辛いですね。ちょっと辛いですちょっと辛いですか。あ、でも思ったより辛くないです。僕は思ったよりは。あ、野菜の甘みが出てるのかなんですけど。いや、ちょっとたけし、ちょっと味見してよ、できたから味見係の。いや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 、超腹減ったよ。うまそう。うん、ちょっとたけし味見してみてくれ。あれね、ドライカレーみたいな身の入り方だね。そうそうそう、いきます。熱いよ。うん、うまい。美味しいっすよね。めちゃくちゃうまい。うまい。ご飯に2杯かけたいっすよ、うん、ガチで、うん、味の濃さも大丈夫。うん、いや、うまいでしょ。うまいっすね、普通に。美味しい、ほんと。全然薄すぎず濃すぎず、よかった。体に良さそうだね、ほんと。確かに確かに、うん、素材の味みたいな、うん、こんな感じ。うん、すごいわ。言うて俺も初めて食べるからね。でも普通のカレーと違うね。そう、違いますよね。いや、違います。なんか具の感じが違うせいか、うん、うまいわ。美味しいっすね。いや、大正解なんですかこれ。なんかちゃんとじゃがいもも感じるし、うん、全部多分皿に入るよね、具材がね。どっかに偏ったりしないで、こんだけ細かいと、うん、確かに確かに。好き嫌いあっても避けないでしょ、これだったら。避けないね。避けられない。避けられないし、うん、てか一つにまとまってるからそんなに
気にならない。気にならないですね。玉ねぎの気合いでも、ね、作り方いいのかもしれないね。これいいね。大成功ということで。はい。バイバイス。はい、じゃあ出来上がりでーす。じゃあこの後盛り付けの方行きましょう。はい、それではできました。はい、ありがとうございます。これ何もしてないけど。すごい楽しかったですよ、調理。お前味見だけで。やばい。ご飯持ってますね。ご飯もう今日ちょっとめっちゃ腹減ってる。ずっと匂いだけ嗅がされてて。なんでお前のスプーンこんなちっちゃいんだよ。うわめっちゃうまそう。うわうまそうだねこれ。アイカレーだな。これは、うん、なんでこのカレー今世の中に出てないんですか。ねね多分知らない、知らないんだよこれ、ね。知らないでしょ多分。知らなかったっすもん僕。さあじゃあそれでは。あいつ。いや美味しそうだなこれ。食べていきましょう。はいはい、いただきまーす。いただきまーす。いやこれ系のカレーは初めてだよ本当。僕も初めてです。めちゃくちゃくちゃ食べたい。うん、かもう。湯気がすごいですね。うん。ちょっともう具もたっぷり米もたっぷりでいいですか。うん。うまいね。うん、うん、めっちゃうまい、めっちゃうまいです。でもほんと食べやすいねこれ。うん、このカレーで具が小さいから普通に大変じゃないですよね食べるのも。うん、うん、楽。うわ美味しいっすわ。うん、あちょっと俺忘れたかったんですよ、はい、ちょっと待ってください今持ってきますよ。あなんかかけるっつってたね。これが実はうまいんですよ。え違う違う最初紹介してなかったからこれをかけるとマジでうまくなる。これね、ウスターソースいつもかけてますカレー。カレーこれをかけるとうまいですよ。僕ちょっと邪道なんですけど、はい、ちょっと醤油かけてますねいつも。うん、醤油は効かない。効かないですよね。いいですか、うん、ちょっと醤油かけるタイプなんですよ。ちょっとね若干多分水分出ちゃったから薄かったんですよね。だからウスターソースかけるとうまいんですよ。でも味しっかりしてます。ソースでご飯食えるんですよ。うん、うまい。合わないわけがない、うん、これ子供も絶対食べやすいから、うんうん、あのお母さん方は作ってほしいですねこれ。うんうん、あさっきなんかあのちっちゃい袋はマンゴー。マンゴーはキャツネ。キャツネでしょ。俺ソース、あれボケでソース持ってきてたの僕もあの中でチャツネでしたね。うん、そう、うん、完全忘れてた。そう、俺チャツネ食うのかと思った。これこれこれで、これですよ皆さん忘れてましたよチャツネ、うん、ちょっと辛い人はこれを混ぜてもらいます。ちょっとこれちょっとチャムさんに混ぜてもらいたいな、はい、ぜひぜひ。これちょっと食べるときに混ぜちゃっていいですか。そうです、食べるときにやるんすか。混ぜるのが通なんですよ。なるほどなるほど。ちょっとじゃあ、はい、スプーンでどうぞ。じゃあ俺ももうあと一口だから。早いなお前。早いっすね。俺ほんと早食いなんすよ。うん、うん、うまい。あこれあった方が食べやすいし、僕はごちそうさまでーす。早いっす。いや早いわ、ご飯あんなにあったのに。お腹いっぱい。これチャツネいいっすね。普通にスーパーで売ってますもんね。売ってますね。合うねそれね。うん、全然美味しい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやいや大皿さんめっちゃうまかったっすわ。いやガチでうまいっすね。だからこのカレーがあんま世の中に浸透してないと思うんですよ。僕知らなかったし。いや本当に、うん、なんで家庭で出てこなかったんだろうと思ってるぐらい美味しいんで。この細かいのが食べやすいこと。食べやすいこと。そう食べやすいです。キーマカレーほどあの乾いてないじゃないですか。そうですね。だからこれちょうどいいっすね。そう、牛肉もなんかあんなにいっぱいあったのに全然量が多い感じしなかった。まあ、今回こういうか、こういった形で、はい、コラボさせていただきましたけど、はい、またご縁がありましたらなんかいろいろやりましょう。そうですね、はい、まあ、やりたいですよね。ビジュアル系とご縁があるかちょっとわからないんですけど、この間ご縁がありましたけど、あ、でももうちょっとね、はい、八百屋さんやめてね。そう、俺がね、急にやり始めるかもしれないカメラマンさんにも食べてもらったんですけどどうでした。いやめちゃくちゃ美味しかったです ね美味しかったですよね。オリジナルの具のナス、ナスもう特にヤバかったです。いやナス良かったですよね、はい、ね、ナス入れた方が良かった多分、うん、あの食感が最高でした、うん、はい、カメラマンさんがちょっと辛いの嫌いだってことなのに食べてめっちゃ汗かいたんですよ確かにそれちょっと心配なんじゃないですか小話小話で、でも美味しかったんですよ。でもあの
チャツネを。チャツネがいいですね。チャツネ やったら多分大丈夫だったんですよ、ね。確かに確かに。全然大丈夫。あれ女性受けしそうだよね、チャツネ入れたら。あと子供受けも良さそう、ね。ああ、良さそうですね。なんか逆にね、辛いチャツネもあるんで。ああ、なるほど。辛み足んない人は、もうそれをまた足してもらって。結構楽しいよね、いろいろね。面白いかもしれない、ね、ちょっと家でもやりますわ、うん、これ。そうですね。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。いやもう満腹なんで、はい、このね、動画を締めて、はい、はい、はい、帰って寝たいと思います。そうですね。じゃあそんな感じで、今日はコラボありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤオチューブさんの、はい、詳細とかは概要欄に、はい、貼ってありますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったら高評価。はい。カレーが好きな方も高評価。はい。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また会いましょう。大成功。バイバイ。バイバイ。バイバイ。心を締め付け